你会说中国话吗？会。 小左队长，很荣幸见到你。我刚才在你腰间放了一颗遥控炸弹，只要我愿意，随时可以引爆它。嗯，虽说威力不大，但把你炸成碎片，还是绰绰有余的。你们是什么人？莫非你们是黑虎突击队？ 眼力不错呀！你们想干什么？没什么，想跟小左队长去司令部转转。哼，司令部这么多的宪兵，他们会把你们撕成碎片的。是吗？有小左队长罩着，我怕什么呀？你们到底想干什么？ 这两车就是将军平时接送重要客人的，过去看看。全体集合！ 着いたらいつでも連絡してくれ。うん。タイガー、私の車で送ろう。早期の帝国への功績を。君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。問題ない。 全員いるな。出発。
何事だ。将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。爆発した？まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。はい。憲兵部隊に命令、全体集合。既然你来到中国，就得留个见面礼，比如说您的小命。老东西，咱们又见面了。是你爹。见面了。